正気。今日ですね、正気っていうゲームをやっていこうと思います。同じもホラーノベルゲームから持ってきまして、5分ぐらい終わるゲームかな。でエンディング1個しかないって書いてあったんで、今日もやっていくか。おっとどうした、どうした、怖っ。なんか3時間ぐらい作りましたみたいな書いてあったんで、でもめちゃくちゃ雰囲気怖そうですね。テーブルロード好き。まあまあ一応行こうか。夜が怖い。夜になると子供が街から消える。なんか消失事件みたいな感じがあるかな。家に帰るからだ。まあまあ普通、ん？どういうこと？普通のこと言ってね。でも俺には見える。街中に子供の姿が見える。家に帰ろう。主人公はどれぐらい年齢の成人してるかな。そして温かい食事を並べる。一般的な家庭から漂う夕食の香りが鼻をくすぐる。今日はカレーだろうか。子供はさぞ喜ぶだろう。今、まあ、お腹空いてきたな。確かに。でもこの夕方のね、夏のこういう夕方の夕日のこの感じってちょっと不気味ですよね。なんか田舎に住んでて余計に子供。誰誰誰、右上の三角何これ。誰、門限までには家に帰りなさい。心配するでしょ。自分は言われたことあったっけ。ああ、まあそういう家庭もあるんかな。自由な家庭というか、まあ、うちは門限がありました。ちゃんともう忘れてしまった。子供の大抵の子供は言いつけを守るだろう。俺はそれを守っていただろうか。うん、知らん、知らんがな。不気味この右の黒の人。急いで道を走っていく少年の後ろ姿を見ている。これかな？右上、右下の。随分幼い。小学生、低学年くらいだろうか。今のじゃ危ないから送っていってあげるね、などと声をかけるのも変質。確かにね。危ないとも思いつつ、声をかけるのは確かに、かける方が追放されてしまう。子供にはかからないことが一番の。まあ、それもね、嫌な社会になりましたよね。そう、あれが。現実の子供でないとするならば余計に。ん？バーチャル世界ってこと？お？いるね、子供が。でも結構都会じゃない、この感じ。今年の夏くらいからだろうか。夜になると、俺はよく子供の姿を目撃するようになった。それは実体を伴わない。まあ、じゃあ主人公は霊体を、霊を見れるっていうことなんかな。それは本物の人間よりもずっと恐ろしい。後ろ姿でいるときはいい。こちらを振り返るときの顔。あの顔が怖い。前面で出てくるな。振り向かんといてや。恐ろしくてたまらない。ちょっとやめて。うわ、よかった。あ、違う子供や。少女が人形を抱えている。もう23時に近い。確かにこんな時間に、そんな時間にね、子供一人だけってのは不気味ですね。そんな子供は存在しない。存在したらかわいそうだ。それこそどんなに危険にさらされるか分かったものではない。子供というのは無力だ。あまりにも弱い。まあ、実際どうなんやな、いるんかな、やっぱ子供の深夜帯に子供がいるっていうのは都会とかになると。まあでも保護とかするやろね、警察とか。けれど、あれは違う。あれは化け物だ。化け物のことってことか。うでも怖っ。もう最悪。急に来るやん。そんな笑顔やめて。うん、口が、歯がもう胃となってるから。振り返り少女はこちらを見る。くぼんだ目で張り付いた笑顔で、仮面のような、子供の落書きのような、のっぺりした顔がこちらを見ている。俺がそれを気づいているとは思われてはいけない。意識が繋がってしまえばきっと引きずり込む。ああ、確かにね。実際そういうのな出会ったことないから分からんけど、そうなってしまうんかな。俺は正気を保つ。家に帰ることが重要だ。まあ先に家に帰ることが、自分のホームに帰ることでリセットされるかな。家に帰って温かい食事をとる。三大欲求を満たす。まあ食ね。そしてこの嫌な恐怖を忘れる。
存在してなかったと記憶は記憶を葬る。あ、いいくなってる。最初からいなかった。俺が本物を見たのは随分前の話だ。やめてよ、この黒、気持ち悪い、この顔。怖い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 って。画像怖いって。家に帰れない少女が道端に座っている。家で少女かな。親に叱られて締め出されたんだろうか。今の時代、虐待だとも言われそうなものなのによくやる。なんてそれが普通の人間相手なら思ったんだろうか。まあ、で今主人公が相手してるのは基本的にこの世には存在しないもの何かっていう感じなのかな。のっぺりした顔で少女はこちらを見ている。俺は焦点を少しずらしてそれを見ない。そんなものはいない。俺がそれを見たのはまだ寒くなる前のことだ。秋ってことか。今見たのは現実じゃない。俺は正気だからそれを判別できる。正気じゃない時こそ、時ほど、そういう風になったりするもんなんかな。きちんと嘘と、本当がわかる。怖い怖い、音が怖い。今日も正気を保って家に帰ることができた。何もないのだ。薄暗い夜道に子供などいなかった。それでいい。もし、生身の人間がいたら、その時は声をかけてしまうかもしれない。危ないよ。けれど、さっきまでの子供のような何かはそれ自体が危ない。あれと関わればきっと家まで生きては帰れないだろう。そういうことなんだ。夜道で何か関わるということは、命を落とすきっかけになる。家に生きて帰りたいなら、夜道で誰とも話してはいけない。もちろん、俺と。主人公自身も、あちら側の世界の人っていうことなんかな。家に帰る。うっすらと生臭い。俺は冷蔵庫に、駆け寄って中身を見る。ん？やめてや。大丈夫だ。ちゃんといる。なにこれ、なんか、最近やばい事件があったけど、そういう感じのものが入ってる？今日見た子供たちはちゃんとここにいる。え？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 子供たちがそこにいる？ん？だから二度同じ子供の姿を街で見ることはないのだ。あ、まさか主人公が子供を殺してて、もう二度と見ることはないから冷蔵庫に保存してた的なことですか？だから偽物は俺にはわかる。あれらが幽霊や化け物の類のものだということは俺にはわかる。俺は正気だから。正気だから、それがわかる。お前正気じゃないよ。うん。あなた正気ではないね。え？怖っ。寒い棒やば。家に帰り温かい食事を食べ眠る。そうして朝が来る。朝が過ぎて夜が来る。夜が来たらまた俺は死んだ子供たちの中に生きている子供を探すだろう。そしてこう、きっと声をかける。こんな遅い時間に、大丈夫？主人公、嘘だろ。お前、そういうやつったか。危ないよ。お前が危ない。こんなやつに関わるのが危ない。俺みたいなやつに連れて行かれて帰れなくなっちゃうよ。そう、何度も繰り返すだろう。俺はいつまでも正気でやれるだろうか。もしかするともう正気、まあ、二重人格みたいな感じ？でもまだ大丈夫。俺は生きているから。死んだ命を食らって生きているから。だから、食ってるってことやっぱり、子供たちを。うおぉ、怖っ。ラファエルたちや。ラファエルさんが4人いる。ラファエルさんの子供4人。大丈夫。おぉ。びっくりした、急に。352、サンキュース。いやなるほどね。非常に短いホラーノベルでしたけど、なんか心を揺さぶられましたね、めちゃくちゃ。ということで、正気というゲームでした。また次回の
動画でお会いしましょう。バイバイ。